そう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 そほら、全然だろ。さあ、勝ったよ。今回は、マルキュー的動画です。愛浜港の安田丸さんからの、マダイ島に戦でございます。カメラマンは、つみれさんです。ほら、おはようございます。お願いします。島味線、マダイ線、マダイ線、リレーみたいな感じ？そうですね。やばいね。これね、かなりの勢いでテンション爆上げだから。はい、そう。そこから高い、そこからこのカメラまで隔離ながら進んでください。おーい。ここが大体20メートルとなります。というわけでね、やっていきたいと思います。その前にね。準備乗船編なんで経路の方どうぞ。ということでね、わかりました。そんな感じで、今回はね、このコマセビシ、まあ、コマセ釣りってことで、フラビシ、天秤関係と仕掛け、サオリールですね。めちゃめちゃ簡単じゃない？簡単だよ。あとはね、忘れちゃいけないのが、こちらのスケーサ、クワセオキアミスーパーハード。で、しかもこれはビッグエル。これを使っていきたいと思います。そしてこちら。それは何？こちらはね、なんとコマセに混ぜていきます。で、こちらをコマセさんにね混ぜていきます。これね結構ね効くんですよ。テルテルこれなんですけど、こちらのオキアミ風な形がねオキアミっぽいね。これでね混ざったら OK なんで、これをじゃあコマセとして使う。そうそうなの。キュンキュン。この隙間何
センチぐらいにしてますか。え、今7センチぐらい。2つ目が入るぐらいで上展開から始めて、で2往復して少し残ってるぐらいです。2往復して力かんだったら蓋を取る、2往復して運動残ってるんだったら蓋を持つ。上全開から始めた方がいい。上全開。あの、オキアミコマセって首の詰め方と振り方で出方変わるから、そこからスタートしてあと調節、必ず2往復、はい、2往復なくならないように。
しないでよ。かわいいこの子。はい。すみれさんね、早速ね、島味もね、準備乗船編で釣ってました。もしね、準備乗船編見てない方は概要欄に貼っておきますので、先にぜひとも見てからこちらの実調編を見てください。というわけでね、今回のマルキューアイテム、グレパワー V11 こちらをね、コマセの方にね混ぜ込んで使ってます。で、クワセの餌は、クワセオキアミスーパーハードビッグエルです。ね、そうです。すごい餌もね、つけやすい餌でね、本当にそのまま使って、もう全然もう食いを発揮するというね、いいアイテムです。こちらを使ってね、実調編の方もね、やっていきたいと思います。それではね、皆さんね、早く見たいと思うんで、早速ね、船の方に行ってみましょう。それでは、愛浜港安田丸。島味釣りに一滴まるっきり。キンキン。それではね、準備していきたいと思います。こちらのね、グレパワー V11 これを混ぜていきます。 どちらに混ぜるかというと、こちらです。これ量はどのぐらい混ぜるの？オキアミ1枚3キロに対して半分混ぜてきます。なるほど。で、この中にね、ペレットと言われるこれね、これが混ざってる。オキアミ風な、これでよりオキアミが食いやすくなる。安心して1枚に対して半分、そんなもんでいけるんで、匂いがなんか俺全然嫌いな匂いじゃないから、美味しそう。まあ、こんな感じで、あ、まぶされてるね。まぶされてる、はい、これを使っていきます。はい、キンキュン。そうなんだよ。お前さん、すごい。
可能性あるよ。マジで？見える時あるから。見える時いっぱいいるな。
負けてない。では、仮設区のこちらになります。中村さん。キンキュン。ありがとうございました。どうもありがとうございました。そして、はい、ごめんなさい。残念でした。いや、でも一匹、はい、なんとか釣らせていただいて、いいやつがいました。はい、もうすごい、めちゃめちゃいいの。はい、すいませんでした。いや、とにかくまたチャレンジ、はい、してみたいと思います。はいはい、それで、はい、今日のポイントみたいな、はい、釣ってる人のパターンとか、はい、どんなのがいいとかありますか？そうですね、だから今日みたいに小さいのを釣りたいんであればやっぱり号数を落として、ハリスを号数落として3号ぐらいだとやっぱり小さいのがああいう、そうですね、当たりますので、ただ、はい、大きいのがかかっちゃうとやっぱりもう絶対あ切れちゃうって感じですよね。つってそうですね。そうなんです。ただ水温もだんだん上がってきて、だいぶ安定してくれればのでかいのか回ってきますので、今ちょっと今年は遅れてる状態なんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。水温ですね。へえ、はい、今日になって20度近くまで上がってきたんで、これがずっと安定してくれるとでかいのも来ますか。来ます。でかいと何キロぐらい？これ大きい、平均だいたい3キロ前後ですよね。平均で3キロ、はい、2キロから3キロですね。はい、聞きました。これからそうです、これからおすすめ動画ですよ、これは完全な、はい、ね、あとまあ狼も出てきますんで。俺噛みないんですけど、はい、釣れますか？全然大丈夫釣れますか？全然大丈夫大丈夫ですか？はい、これからあと違う、いろいろな魚も混じってきますね。はい、いやもう今日もすごかったですよ、はい、アイゴとか。そうですね、ね、これ以上にいろんないい魚が混ざってきます。そうなんですね、水温が高くなってくると。これから良くなって何月ぐらいまで？これもうずっと今年いっぱいを。あ、そう、あ、年中釣れる。そうです、だんだん深み入ってくるんですよね。あ、いつもこの時期が今の浅いところと、もう30メーター、40メーターぐらいところまで飛びはまってって、そうなんですね。はー、ただ遅れてるから今年はずっとこの浅っこみっていうか、そこにずっといるんですけど。あ、じゃあこれから。そうですね、はい、これで釣って食べて、はい、美味しくて、はい、皆さん、はい、島味の深みにはまってください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、今日ありがとうございました。またよろしくお願いします。すいません。リベンジしに行きます。お願いします。すいません。えい。すいません。ごめんなさい。はい、ありがとうございました。すいませんでした。ごめんなさい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、ホビソニシマージ釣りゲスト支えで楽しかったです。船長さんもめちゃくちゃ優しくてよかったです。本当に良かった。というわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッターもフォローの方よろしくお願いします。チャオ。